はい、皆さんこんばんは。2021年12月11日208日目、ビットコインチャート分析21時半、こちら日足となっております。直近の価格帯は様々な上昇トレンドを下落してきております。7月から見ている上昇トレンドも下落してきております。なんとか効いている価格帯が2020年の10月に底を打ちしてから上昇トレンドに転じました。この上昇トレンドがギリギリ耐えております。ここ下抜けると本当に厳しい展開になりそうです。 MACD は7月に底を打ちして、そこから上昇トレンドとなってきておりましたが、今現在は史上最高値からずるずる下げてきておりまして、直近のそこよりも下げ込んできておりますので、そろそろ反発してきてもおかしくないような価格帯まで下げてきております。 RSI も前回の安値あたりまで下がってきておりますので、そろそろ反発してもおかしくないような価格帯まで来ております。4時間足で見ますと、9月末の安値からオールタイムハイしまして、そこが頭打ちして、そこからずるずる下落中となっておりまして、今現在この上昇トレンドを下抜けしてしまっていますが、なんとかここで耐えておりますので、ここで再び上昇に転じてきてほしい価格帯です。 MACD でもずるずる下げておりますが、底打ちしているような価格帯まで来ておりますので、ここしっかりと上抜けできれば上昇トレンド確定です。 RSI も同じような価格帯でずるずる下げてきておりますので、ここでとしっかりと底堅さ見せてトレンド変換してほしいと思っております。4時間足でもそろそろ上昇に転じてきそうです。時間足で見ますと、直近の安値、長い下ヒゲ、ここはしっかり底がささ見せておりまして、今現在ボックスレンジの価格帯となっておりますので、この赤色のトレンドラインを上抜けが買いシグナル点灯と戦略しております。 MACD でもほぼほぼゼロあたりまで上がってきておりますので、ここでしっかりとトレンド変換してほしい価格帯です。RSI も同じく底を打ちしてから上昇トレンド継続中です。まだまだ 40% 内なので、 70-80% までは上げてこれます。ここでしっかりとトレンド変換してほしいです。最後に直近の高値オールタイムハイから $37,000 あたりの安値でフィボナッチを引いております。今現在このような価格帯の緑のラインで EMA リボンでどっち抜けるか戦っている価格帯となっております。ここしっかりと上抜けして $49,000超えてくるのであれば $52,000までロング、逆に $48,000下抜けするのであれば $45,000あたりまでショートしていきましょう。ここでしっかりと底堅さ見せて、年末にかけ再び史上最高値狙っていきましょう。